アレグザンダー・ロックウッド・スミスは、ニュージーランドの元政治家。ルアワイ高等学校、オークランドグラマースクール卒業。マッセイ大学卒業後、コモンウェルス奨学金を得て、オーストラリアのアデレード大学で、PhD 取得。アデレード大学では、ボート選手として活躍し、ボート大会では5度の王者に輝く。マッセイ大学講師を経て、子供向けクイズ番組のテレビ司会者になる。 その後、ニュージーランド入政品評議会マーケティング部門に勤務する。1984年の議会総選挙にカイパラ選挙区より出馬し初当選。1996年に小選挙区比例代表併用制の導入により、カイパラはロドニー選挙区に地区変更。隣接するアルバニー選挙区は国民党の重鎮ドンマキノンの選挙区であり、 保守派支持層の厚い地域であることから1996年の総選挙ではロドニーより出馬し、以降、同地区の議席を保持している。1990年に教育大臣に就任。国民党の教育報道官時代に、大学生の学費引き下げを公約に挙げていたが、大臣就任後は、政府から大学への助成金比率を変更、学費は事実上値上げされた。また、 学生手当が大幅に減額されたことから、訪問先のカンタベリー大学では大規模な抗議活動が行われた。1996年に農業大臣に就任。その後、貿易大臣、観光大臣を務め、1999年のアジア太平洋経済協力では、貿易大臣としてシンガポールとの経済緊密化提携の交渉に合意。 1999年の総選挙で当選を果たすも、ニュージーランド国民党は野党に転落。野党議員として、外務、商務、移民担当報道官を務める。2008年の選挙中、マールボロエキスプレス氏とのインタビュー取材で、アジア諸国と太平洋諸島からの季節労働者に、対し、トイレやシャワーの使い方を教えないといけない者も,もいる。アジア系労働者の積み取りが早いのは、 手が小さいからと発言。マオリ党からは人種差別主義者と強烈に批判され、ヘレン・クラーク首相も馬鹿げた発言と痛烈に批判した。スミスは発言内容は自らの主張ではなく果樹園経営者たちから聞いた話であるが不適切で気分を害する発言であったことを謝罪した。ジョンキー国民党党首もスミスの謝罪は適切であると発言内容を認めた。 スミスは次期移民担当大臣への就任が確実視されていたが、キーはこの発言を踏まえ、スミスを国会議長職へ起用した。2011年に議長を再任されたが、2012年に国政からの引退を表明。2013年2月に最終演説を行い議会を去る。国政での活動期間は29年。ニュージーランドの政治史では当選回数が 最も多い政治家の一人である。2013年3月25日に中英高等弁務官に就任。教育大臣時代に訪問した学校で、末世大学在学時の交際相手と偶然、再会し、その後交際に発展。2009年7月に結婚した。ありがとうございます。